じゃあ、ウィルツァです。今日はですね、今一番アジアで人気があります、シンガポールですね。こちらなんですけど、マリーナ・ベイ・サンズという今 CM で有名なホテルがよく話題になるんですけども、ここの情報として、ご存知の方も多いと思いますが申し上げておきますと、一番3棟こうありまして、一番上にお皿みたいなこうところがあるんですけども、屋上に関してはですね、スカイパーク展望台という、標高でいうと200メーターぐらいのところにですね、展望台がありまして、散歩のコースとかがあったりします。ここはですね、宿泊客ではなくても入場ができます。できます。で、ただし、プールですね、プールに入って、バーとか、いろいろあるんですけども、プールから、境界線がないように地上がこう見えるというインフィニティプールですね。ここだけは、宿泊客じゃないと立ち入りができません。利用できません。ここはもう宿泊客じゃないとできないということになります。で、他ですね、あとショッピングエリアなんかもあるんですね。それからカジノは有名なんですけれども、もちろんもともとカジノのためのホテルなんでですね。それからミュージアムみたいなのも、アートとかサイエンスのミュージアムもあったりします。とあと、ちょっと私も資料見てて今日見たんです、気づいたんですけど、氷のいらないスケートリンクというのがあるそうです。これはちょっと私もまだ画像等は見てないんですけれども、行かれた方もいらっしゃるかもしれないですが、ちょっと興味深い、雑談にはなるような、面白いネタかと思っております。で、いろんな情報もあります、マリーナ・ベイ・サンズですけれども、毎日ですね、マリーナ・ベイ・サンズの前で、レーザーショーが行われております。ここはもうかなり見どころになっておりまして、対岸のですね、方からもベイ・サンズを見ながら、その前で行われているレーザーショーを見るというのは一つの観光になっておりますので、楽しいホテルでございます。マリーナ・ベイ・サンズです。5月2日3日ですね、福岡発シンガポール航空利用のパッケージツアー、受託契約してますクロノスウェストさんの企画でですね、プレミアルームを仕入れております。今現状まだ空席ございます、空室ございますので、ぜひご検討ください。マリーナ・ベイ・サンズの、ゴールデンウィーク出発ホテル、まだ確保しております。ぜひよろしくお願いします。